見てください、一面の花花花花花。皆さんこんにちは、ドスコイチャンネルです。今日は群馬県の丹原ラベンダーパークに来ました。群馬県ってスキー場は冬は結構よく行くんですけど、夏あんまり来たことなくて、今日ラベンダーパークがあるということなので、ぜひ行ってみたいと思います。着きました。なんかキリンさんが可愛い。あ、ワンちゃんとかもいる。ワンちゃんとかめっちゃいる。かわいい、かわいいワンちゃん。こんにちは。おお、いいですね、リフト乗れるんだ。綺麗。ちょっとあっちまで登ってみますか。これはラベンダーじゃないらしい。これサルビア、麓のラベンダーを見に行きたいと思います。着きました。いいです、かわいい。ちょっと小ぶりなラベンダー、なんていうラベンダーなんだろう。お、ここで撮ったり。今日本当は雷予報だったんですけど、なんとめっちゃ晴れてます。持ってる、ドスコイ持ってる。行きましょう。じゃあ次あのリフトに乗ってみましょう。甘い蜜だよ、美味しいよ。なんかリフト乗ったことない人もスタッフが親切に教えてくれたんで怖くないと思います。結構低いんで高所恐怖症の人も乗れるんじゃないですか。なんかバーディーが放置されていて、ジャングルクルーズみたいですね。めっちゃ泣いてる。すごい、なんか放送で流してるんじゃないかぐらいの。ほら、聞こえ、聞いてください。降りる際は足元に気をつけて左側に寄ってください。乗車の際は深く腰をかけしっかりと座ってください。一面はい、こちらラベンダーソフトクリームでございます。わお、ラベンダー摘み取り、ハート。今からラベンダー摘みしたいと思います。じゃあ摘んでいきたいと思います。こういう長いやつからプチッと、これをたくさんお茶摘みみたいに摘んでいきたいと思います。
積みました。めっちゃいい匂い。なんだこれは、美味しそうだな。飲んでみよう。うわー、昼飯、昼飯。この絶景で食べます。こちらラベンダーラーメンでございます。行きたいと思います。紫、冷やし中華って感じ。ラベンダーの匂いあんましないですね。あんま、あんましないかも。目つぶって食べたら冷やし中華、冷たいから美味しいです。野菜もたっぷり入ってて、これラベンダージュースみたいな、バブルソーダって言ってたんですけど、なんかムニムニが口の中に入ってきました。かわいい、カラフル、なんかゼリーみたいなのがいっぱい入って、炭酸なんで美味しいです。うん、口の中がムニムニです。売り場が一番いい匂いする。かわいい、紫、さっき飲んだやつのあれかも。いかがでしたか、ラベンダーパック。めっちゃ匂い、匂い伝えたい。8月くらいまでやってるので、皆さんスノーボード、スキーもしつつ、ラベンダーパークもぜひ遊びに来てね。バイバーイ。